首里城聖殿の大竜柱、シャオロン柱竜柱とは、竜をかたどった柱のこと。道教の寺院である聖天宮の草竜柱竜をかたどった柱は、世界各地に色々なものが存在するが、竜柱というと、普通は日本や中国などアジアのものを言う。ヨーロッパのゴシック建築の柱の上にいるドラゴンに関してはガーゴイルを参照。日本でも、 竜柱は各地に存在するが、特に沖縄県の竜柱、中でも世界遺産でもある、首里城聖殿にある、首里城聖殿の大竜柱が有名。シーサーと並んで沖縄のシンボルとなっているキャラである。日本の本土では、鹿児島県と宮崎県に多く、大隅国一宮である、鹿児島神宮、薩摩国一宮である梅劇、神社、 新田神社など、主要な神社の本殿に竜柱がある。中でも薩摩藩四大藩主と築地、高野騎神による霧島神宮の竜柱や、八大藩主、島津重秀の騎神による鹿児島神宮本殿の巻龍柱が有名。日本の神社を管轄している神社本庁によると、竜柱は、狛犬のように一体で設置され、邪気を払う効果があるとされる。 ちなみに竜柱は竜柱と呼ばれることが多いが竜柱というのが神社本庁の公式の読み方。屋根を支えていない氷柱としての竜柱と屋根を支える柱に竜の彫刻をした竜柱がある。琉球の伝統的な竜柱は氷柱としての竜柱で本土の伝統的な竜柱は屋根を支えている竜柱である。中国にも 琉球の竜柱と同様の屋根を支えるのではなく、氷柱としての竜柱があり、火氷という。ただし、柱に巻きついた竜という中国や日本本土のデザインと違い、柱そのものが竜の胴体というデザインは琉球の独自のものである。中国の火氷が日本の鳥居の由来であるという説もあり、竜柱のバリエーションとして日本には龍が鳥居の中脚に巻きついた。 竜鳥居もある。氷柱としての竜柱と屋根を支えている竜柱の両方がある施設もある。琉球の竜柱と本土の竜柱を合わせた日本の伝統的な竜柱は宮堀の一種であり建築彫刻である。彫刻家の矢部内里氏によると、 奈良時代から続く日本の伝統的な木彫りには、仏像彫刻と建築彫刻があるが、日本の文化庁の分類では、仏像などが美術工芸品として扱われるのに対し、建築彫刻は建築物の一部として扱われているため、2012年現在、まだあまり研究が進んでいないという。他にも、現代に作られたものでは、柱に、 竜の絵を描いたり、竜の絵を貼り付けただけの竜柱や、道案内の標識が竜の形をしているものや、ゆるキャラの竜柱もある。日光東照宮から門、優勝院霊病。1717 17年に建造され、1945年に戦災で破壊された。岩木山の神社本殿。玉垣で隠されているが、正面の後輩柱に金色の竜が絡みついている。 道教の寺院に多くある。そもそも日本に道教の寺院自体が少ないが、埼玉県坂戸市の聖天宮が豪華な竜柱があることで有名。道教のモチーフとしての竜柱は、同じく道教のモチーフである八千をしばしば伴っている。仏教の寺院にもある。江戸時代以前に作られたものでは、東京都町田市の長福寺門樹堂や、 神奈川県藤沢市の次元寺山門などが豪華な竜柱があることで有名。現代に作られたものでは、茨城県小美市の法輪院が有名で、山門の向こうに隣立する成城守護竜柱が見どころ。竜柱がある神社は南九州に多い。特に、競技の竜柱がある神社、つまり後輩柱が竜と図雲を絡ませた柱である神社は、 全国でも霧島神宮、鹿児島神宮、梅岐神社、新田神社、加毛八幡神社、県吉神社、東霧島神社、白鳥神社の8社のみだと、鹿児島大学名誉教授の土田光義は主張している。いずれも、かつての薩摩藩の領地で、いずれも、島津市とゆかりのある神社である。ただし、単に、竜が巻きついた柱という意味では、 本殿に龍柱がある神社は全国に存在する。茨城県筑生市の桑山神社など、あまり有名でなくても文化財指定されているところは、多い。足立区の大和神社本殿や品川区の伊義神社拙者など、東京23区内にも見事な龍柱がある。青森県五戸町の新山神社や広崎市の岩木山の神社本殿など、青森県も、 割と竜柱が多いので意外なところに竜がいることを青森県はアピールしている。北海道札幌市の丁寧神社本殿内陣の竜柱は北海道にある珍しい竜柱。神社は本殿に注目しがちだが拙者や抹者などに意外と見事な竜柱がある場合がある。将軍や皇帝などの五秒にも多くある。戦前は東京市芝木造上寺にある 江戸幕府七大将軍、徳川越具の霊廟、優勝院霊廟、直学門の龍柱が有名で、明治時代に人気を博した西京、千代田の古兵芝増上寺発おなりの図にも描かれた、東京の名所であった。戦前の旧国宝に指定されていたが、1945年3月10日の東京大空襲で消失した。柱のデザインは、一本の柱に一匹のだけが、 巻きついた、半量柱と呼ばれるデザインが定番だが、一本の柱に二匹の竜が絡みついた、双竜柱、柱に竜と随雲が巻きついた、雲竜巻柱など、日本の宮大工が腕によりをかけて掘り上げた、豪華なデザインもある。小さい神社だと白木のものが多いが、鹿児島神宮や岩木山の神社など、権威のある神社の竜柱だと竜に金箔を貼ったり、 国際式で豪華絢爛なものが多い。いくつかの竜柱には、佐神五郎伝説があり。例えば、足立区の大鷲神社は、佐神五郎の十三代目が作ったという伝説があるが、あくまで伝説である。霧島神宮の竜柱は、竜と幕がいるという、極めて得意なデザインを持つ竜柱で、霧島神宮は、その壮麗さから、同じ竜のデザインが代用されている。 日光とグルと比較されて西の日光の異名を持つ。ただし、霧島神宮は国の重要文化財に指定されており、何十年かに一度行われる一般公開の時以外は内部を自分の目で見ることはできず、写真撮影も不可である。なお、一般的に神社の本殿の内部には神様がいるため、本殿は非公開のところが多く、たとえ公開されていても、 マナーとして竜柱の撮影が不可なところは多いので、撮影する際はあらかじめ確認した方が良い。特に観光地化されていない無名の寺社では注意が必要。日光東照宮にも竜がデザインされた柱が多いが、竜以外にも色々いるので、あまり竜柱とは呼ばれない。日本では本殿正面両脇の柱が特に竜柱として崇められているが、特に 竜柱とは呼ばれていなくても、日本の辞書のその辺の柱に竜がいるところは、割と多い。金持ちが自宅に竜柱を作ることもあり、天理大学附属天理参考館では19世紀の台湾の行為の管理の家にあった竜柱が展示されている。竜が一匹だけいるよりも、上り竜と下り竜で体になっていることが多い。オスとメスだという。鳥居の柱が、 竜柱になっている竜鳥居のある神社が全国にあるが数は少なく東京には杉並区の馬橋、稲荷神社、公園寺の宿大鳥山、公園寺、品川区の品川神社の3カ所しかないが3社とも有名な神社なので東京サントリーとして有名である。名古屋では中村区の白竜神社抹社にあるものが有名。儀の湾市立体育館の竜柱。 正面を向いている首里城正殿内の五冊床の竜柱。向かい合っている琉球王国においては、竜は国王の象徴とされたため、首里城内部には多数の竜の彫刻があったが、特に首里城正殿の前にある柱が有名で大竜柱と呼ばれていた。1508年に建造された後、火災や戦火によって何度か破壊された。現在の首里城にある 竜柱は、1768年に制作された、首里城の設計図である、百裏添五天不審付け越えず、五材木寸法記をもとに、琉球の彫刻の大家である、琉球大学名誉教授の西村沙夫の手によって、1992年に復元された四代目である。首里城には、首里城正殿の前にある、大竜柱、シャオロン柱や、首里城正殿の2階にある、 五三床の竜柱をはじめとして、計33体の竜の装飾が存在したが、その多くは、後の2019年の首里城火災に被災した。現在では、明治教の入り口や沖縄県警本部の前など、沖縄県内の各所に竜柱が建てられている。明治教に設置された、明治教の由来によると、沖縄の表玄関にふさわしい橋とするために、明治教の親柱に、 沖縄のシンボルである旧首里城正殿の竜柱を据えた後のこと。このように、現在の首里城の竜柱が1992年に再建される以前より旧首里城の竜柱は沖縄の象徴とされていた。また、沖縄県が普及を進める仮ゆウェアの下げ札にも竜柱が描かれたり、那覇市がゆるキャラの竜柱会議を展開するなど、同じく、 沖縄の象徴であるシーサーなどとともに、沖縄でよく使われるデザインの一つともなっている。火を沈めるシーサーに対し、竜は水を沈める役割がある。琉球の竜柱は、一柱だけ建てられているものも、あるが、本土の狛犬のように二柱が一体で建てられていることが多く、それぞれあうんの行走をしている。柱の上に頭があり、柱本体が、 竜の胴体となっており、下はハブのようにくるくるとトグロを巻いている。片手には、宝珠という、どんな願いも叶えるという玉を一つだけ掴んでいる。二柱は正面を向いているものと、互いに向かい合っているものがあり、首里城の竜柱は互いに向かい合っているが、宜野湾市立体育館の竜柱や町、大言言堂の竜柱は二柱とも正面を向いている。大きさは、 地面に据え付ける大きい竜柱から屋内に置く、ミニ竜柱までいろいろあり、首里城、正殿2階の御座床の竜柱や、沖縄県議会の竜柱は、ミニ竜柱である。2015年には、若狭湾の近くの若狭緑地に、首里城と同じ西村貞夫のデザインで巨大な二柱の竜柱が建造されたが、これは3億円を超す、建造費がかかったために批判があった。 これらとは別に、那覇市の復讐園は中国式庭園なので、琉球王国風のデザインではなく、中国風のデザインの竜柱が存在する。その他にも、那覇商業高校の前で、国人の中道の案内をしている、国人の中道の竜柱など、伝統的なデザインとは違うユニークな竜柱もいる。キャンプフォスター内にある沖縄米国海軍病院の竜柱は、 英語で病院の案内をしているアメリカンな竜柱。沖縄では、米軍基地内にも竜柱が割とあるが、基地外の竜柱と違って、日本人が行くことは難しい。首里城正殿の大流柱、シャオロン柱。1712年に建造され、1945年に、戦災で破壊された。首里城正殿の正面の石階段の両脇にある、ものを、大流柱。 手刷りの奥にあるもう一体のものをシャオロン柱と呼ぶ。歴史書9尾によると、初代の大竜柱は1508年の昇神王の時代に建造されたという。交流があった中国福建省の青石を用いて作られたという言い伝えがあり、実際に1985年の調査で首里城周辺で見つかった産地不明石材が、 中国産の気力岩であることが明らかになった。首里城の竜柱は火災や戦火によって3度破壊されており、2代目は1667年に再建された。3代目は沖縄東南部産の島尻草で岩を用いて1712年に再建されたが、琉球処分の際に1879年より、駐屯していた熊本賃代文献体によって、 胴体が切られるなど一部が損壊され、1945年5月27日に沖縄戦で首里城と共に完全に破壊された。三代目の竜柱に関しては、1879年より首里城に駐屯していた熊本賃代文献隊が1896年に引き上げる際、憲兵隊長の協議に持ち帰るために一柱を切断したところ、 憲兵隊長が急死し、呪いだとして持ち帰らずにそのままになったという逸話が残る。また、一旦持ち帰って、また元に戻されたという説もあり、どちらが確かなのか分かっていない。また、切断された方と釣り合いを取るために、もう片方の竜柱も切断し、どちらも短くなったという説もある。竜柱の研究者である西村貞は、竜柱は切断されたのではなく、 継ぎ目から外されたのであり、元に戻したものが継ぎ目から徐々に欠けていき、釣り合いを取るためにもう一方もやむを得ず、切断されたのが明治末頃と推測している。最新の首里城の大流柱は1992年に首里城と共に再建されたもので、後の2019年の首里城火災に被災するも残存した。後日焼損した。 方針門前の広場に設置した小屋に移され、2020年10月23日より修理作業が開始された。また、沖縄県立博物館、美術館には3代目の大流柱の一部が公開されており、琉球大学博物館、風樹館にも3代目の大流柱の破片と推測されるものが所蔵されている。那覇市歴史博物館では、 三代目の写真が公開されているなど、首里城の三代目の大流柱に関するものが、沖縄のいくつかの場所にある。また、風樹館が所蔵する大流柱の破片と推測されるものの一つは、積質的に三代目の大流柱のものではなく、それ以前の大流柱の破片の可能性があるが、福建省産の石材と一口に言っても種類が、いくつかあり。 詳しいことは2018年現在も調査中である。1992年の首里城西殿の竜柱の再建にあたっては、昔の竜柱は正面を向いていた説と、竜柱は昔から向かい合っていた説があったが、資料によって向きがまちまちでよくわからず、首里城再建の交渉にあたった西村貞夫も寸法器を転居として、結局、向かい合っていた説に賛同した。 現存する三代目の竜柱の写真では、竜柱は向かい合わせになっているが、本来の竜柱は正面を向いていたが、首里城が沖縄神社にされていた時代に、本土の神社の狛犬に習って無理やり向かい合わせに、させられた説が根強く、その意味で古老を中心として、竜柱を向かい合わせで再建することに反対するものも多かった。日本軍が、 首里城を制圧する1879年より、前の1877年に琉球を訪れたジョンケイ提督による記録では、確かに竜柱は正面を向いていた。西村貞夫も1993年の論文で、正面向きが本来の姿と主張した。西村によると、竜柱の向きは、風水の思想と仏法の心が合わさっているといい。 正面を向く形を取った場合は、威嚇あるいは永平を意味し、向かい合う形を取った時には、許されることにつながるという。特に鹿児島では、神社の本殿内部の竜柱に、見事なものが多いが、神社の本殿内部は、原則非公開で、パンフレットの写真でしか見られないものも少なくないので、注意が必要。一般公開はしていても文化財保護のために、撮影不可のところもある。 柱に巻きついた半量柱と呼ばれるデザインが定番だが、世界には様々なデザインの竜柱がある。アルカポネが習慣されていたことで有名なイースタン州立刑務所博物館のドラゴン。四本爪めの竜を使用することは中国に服属していることを証明するためという説がある山田博士や青山茂春をはじめとする日本の国会議員や、 産経新聞などの大手マスコミによると、竜は元来中国皇帝の権力の象徴である。そして中国皇帝が五本詰めの竜を使用できるのに、対し朝鮮や琉球など中国の作法体制に入った周辺諸国は四本詰めの竜しか使用できなかった。そのような歴史があるため、現代において四本詰めの竜を使用することは、 自らが中国の附属下にあることを示すという。2015年に那覇市の若狭緑地に建造された竜柱に関しては四本詰めであること、海の玄関口に立っていること、福建省福州市との友好のために施行が福建省福州市の業者に発注されたこと、14世紀に中国から久米三36世と呼ばれる。 トライ人が移住してきたというクメ村が近くにあること、若狭緑地の竜柱から沖縄県庁まで続く通りには中国式庭園の復讐園やクメ甲子病があることなどから現在中国の皇帝である習近平闘争書記や中国人民解放軍を海から沖縄県庁までお迎えするつもりではないかと幸福実現党やチャンネル桜 参議院議員の山田博士らが中国への従属と結びつけ批判を展開した。もし4本爪の竜が中国への服属の象徴であるなら沖縄各地や本土の神社の竜柱、果ては1980年代に制作された漫画のドラゴンボールに至るまでに4本爪の竜の仕様が広がっていることは 日本人が気がつかないうちに少しずつ中国による日本侵略が進行していることに他ならない。幸福実現党の佐々木克弘によると沖縄の竜柱は日本の税金を使ってわざわざ沖縄は中国の俗領だと宣伝しているという。日本の大手マスコミの一つとされる産経新聞も習近平総書記や中国人民解放軍などの名前は出さないながらも 4本爪の竜柱を誰のために建てるのか、一体誰をお迎えするつもりなのかと2015年6月の記事で批判した。これに対し、若狭緑地の竜柱や4代目の首里城の竜柱のデザインを担当した彫刻家の西村佐田は、モンゴルや韓国に3本爪、4本爪、5本爪、6本爪など様々な竜柱が立っていることを根拠に、 中国皇帝のみが5本爪の竜を使用できるという、説に疑問を呈した上で、沖縄の竜柱が4本爪である理由は、単に沖縄の伝統的な竜柱が4本爪だったからに、過ぎないとし、沖縄の竜柱のデザインは、中国の竜柱のデザインと全く違うので、沖縄の竜柱は、沖縄のものと反論している。ジャーナリストの安田孝一は、沖縄の伝統まで、 中国教異論を煽るために利用されるとしている。現代日本の竜柱のクリエイターである彫刻家の西村貞男は琉球大学教授として沖縄の将来を担う行進を育てる傍ら、四代目の首里城や姫百合の塔のレリーフなど沖縄を代表する多くの彫刻を制作してきたにもかかわらず、若さ緑地の竜柱を制作した件で、 中国の手先などと直接にメンバーされたこともあるという。ゴシック建築の柱の上にいるドラゴンをカザキ城の亀の上にいるドラゴン神社検定公式テキストに神話のおへそ神社本庁監修、不創者 ABC 修理城正殿、大流柱の向きについての考察琉球大学教育学部起用第1部、第2部、7五から105、 西村貞夫、自社の装飾彫刻、宮堀総令なる超絶技巧を訪ねて若林淳、P6、早戸学、地域遺産を未来につなぐ、P164、私学館大学生涯学習センター、早戸町教育委員会編、2004年、こんなところに、竜、が、青森ポテンシャルビュー、青森県、西村貞夫作家紹介沖縄県立博物館、 美術館金河新年出儀場公演公式ブログ、出儀場聖伝内部と内部の彫刻施設紹介、出儀城琉球王国の映画を物語る、世界遺産出儀城出儀城公演、公式サイトハット AB 出儀城の大流柱と、伝えられる残血の石室について、沖縄県立博物館、美術館、博物館起用、ナンバーワン1、ピアニッシモ、11から14、 2018年 https コロンスラッシュスラッシュ ryukyushimpo.jp スラッシュ kyoto スラッシュ en try-1212549 html 首里情勢伝の大流柱、那覇市歴史博物館デジタルミュージアム、シーサーから竜に変わりつつある沖縄のシンボル、HRP ニュースファイル幸福実現等、 戦後70年沖縄、4本詰めの竜柱を誰のために建てるのか。揺れる不転埋設点と村住民の正体は、産 k ニュースハット ABC、沖縄の伝統まで、中国脅威論を煽るために利用される。この現実、竜柱は、中国への復讐を示す象徴か。現代ビジネス2018.11、零三安田、孝一。テンプレート、サイトウェブの呼び出し、エラー。 引数アクセスデートは必須です。ありがとうございます。